背番号1番の竹内愛奈です。今シーズンで退団することになりました。3年間針までプレーでき、たくさんの経験ができて本当に良かったです。いつもどんな時も温かい応援してくださりありがとうございました。次のステージでも自分らしく頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。今シーズンをもちまして現役を引退することを決めました沼田美智子です。サッカーを始めてから約16年間たくさんの人に支えられ、ここまで続けることができたと思います。これまでのサッカー人生に携わっていただいた指導者の方々、温かく応援してくださったファン・サポーターの皆様、いつも見守ってくれた家族のみんな、サッカーを通じて出会えた仲間に本当に感謝しています。6年間本当にありがとうございました。これからも AS ハリマーレビオンのご活躍とご健闘をお祈りしています。番号3番鶴松智美です。今シーズンをもちまして現役を引退することになりました。20年間のサッカー人生で喜びや悔しさ、楽しさや苦しさなどいろいろな経験をさせていただき、サッカーを通して自分自身成長することができました。本当に最高なサッカー人生を送ることができました。このような素晴らしい環境の中でサッカーをすることができ、チーム、スポンサーの皆様、これまで応援してくれた家族、ファン、サポーターの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからはこれまでの経験を生かして自分らしく第二の人生を歩んでいけたらいいなって思っています。これまでたくさんの応援をありがとうございました。これからも AS ハリマアルビオンの応援をよろしくお願いします。今シーズンをもってエースハリマアルビオンを退団することに決めました。大学卒業から4年間スタッフ、チームメイト、いつも応援してくださったサポーターの方々、宮本組やスポンサーの方々、エースハリマアルビオンに関わる全ての方のおかげで4年間思いっきりサッカーできました。ここでの出会いと経験を生かしてもっと成長できるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。皆さんこんにちは、本田由香です。今期で退団することを決断しました。まずいつも温かく応援してくださったサポーターの皆様や雇用先である播州信用金庫の皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この4年間チームのみんなで拳し合いながら練習してきて、それで試合をして、で反省をして、でまたうまくいくためにはどうすればいいか試行錯誤しながら、みんなで練習するっていう繰り返しの日々の中で、本当にみんなで励まし合いながら、やってきたことが私にとって本当に財産です。本当にみんなに支えてもらいながら、この4年間乗り越えてこれたので本当に感謝しています。本当にありがとうございました。今シーズンでサッカーを引退することにしました。短い間でしたが応援してくださりありがとうございました。これからもエースハリマアルビを応援しています。皆さんこんにちは、エースハリマアルビオン背番号16番の米田咲です。まず今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。今シーズンで引退することに決めました。今まで支えてくださった家族、ファン、サポータースポンサーの皆様、一緒に戦ったチームメイト、
タッフの方々のおかげでここまでサッカーを続けてくることができました。長いサッカー人生の中で苦しいこともありましたが、たくさんのことを学んだり、たくさんの方と出会うことができ、とても幸せで充実したサッカー人生だったと思います。結果が全てのスポーツですが、それ以上に大切なものを学ぶことができました。サッカー選手として何か残したわけではありませんが、生まれ変わってもまた同じ道を進みたいと思えるような最高のサッカー人生でした。最後に坂本監督の下でサッカーを終えることができてよかったです。サッカーをさせてくれた両親にも感謝を伝えたいです。悔いのないサッカー人生でした。第二の人生も私らしく全力で楽しみたいと思います。ありがとうございました。今後とも AS ハリマールビオンの応援をよろしくお願いします。背番号17番小倉美香です。今シーズンをもって退団することになりました。自分は4年間在籍させてもらって、チームメイトをはじめファン、サポーターの皆様、雇用企業の方、アンダー18、15、キッズのみんなと、4年間共にできてとても楽しかったです。4年間で、いろんな経験をして、自分の中でこのチームでのサッカーの経験が、今後にいいように生きるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。背番号23番米里ひなたです。まずはじめにスポンサーの皆様、サポーターの皆様、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。私は今シーズンをもってエースハリマルビオンを退団することに決めました。加入してからの2年間、思うようにいかず苦しい時期もありましたが、このチームにいなかったら出会えなかったチームメイトやスタッフの方々、そしてサポーターの皆さんと共に勝利を目指して戦えたことを嬉しく思います。このチームを離れてしまいますが、選手としても一人の人間としても成長した姿で皆さんにお会いできるようまた頑張っていきます。2年間ありがとうございました。まずはじめにいつも温かいご声援ありがとうございました。私増田玲奈は今シーズンをもってハリマールビオンを退団することにいたしました。とても悩んだのですが、新しいところでサッカーすることで自分の成長につながると考え、また自分の気持ちに正直になって出した決断です。去年1年はなかなか試合に関わることができず悔しい思いをしましたが、自分の取り組むことは何かを考える1年にもなりました。今シーズンはたくさんのご支援もあり、試合に出る機会を多くいただきました。来シーズンは違う場所でサッカーすることになりますが、サッカーに対する気持ちや女子サッカーを盛り上げていきたいという思いは変わりません。針まで学んだことや針まで育ててもらったスキルを今後のサッカー人生に生かしていきたいと思います。最後になりますが2年間ありがとうございました。今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。シーズンをもちまして退団することになりました。苦しいこともありましたが、周りに恵まれた3年間だったと思います。多くの方にご尽力いただき、サッカーに打ち込める環境を与えてもらえたこと、本当に感謝しています。選手としてチームに貢献することはできませんでしたが、この悔しさを糧にこれから頑張っていきたいと思います。今後ともエースハリマールビオンの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズンをもちまして退団することになりました村山彩です。はじめにファン、サポーターの皆様、今シーズンも温かいご声援ありがとうございました。私は4年間ハリマールビオンでプレーして、嬉しいことよりも
悔しいことの方が多く、納得のいく結果も出せなかったけれど、チームメイトやスタッフ、たくさんの方々のおかげで今があると思っています。これからも人としてもサッカー選手としてももっと成長できるように頑張ります。これからもハリマールビオンの応援をよろしくお願いします。4年間ありがとうございました。皆さんこんにちは。背番号30番川野真中です。今シーズンをもって退団することにしました。ハリマールビオンに入団し、最初はコロナウイルスで大変な時期が続きましたけど、その中でもリーグが開幕でき、サッカーをできる環境を与えてくださった皆様にとても感謝の気持ちでいっぱいです。サッカー選手としても社会人としても成長できる環境を与えてくださったチームの皆様、ファン、サポーターの皆様、本当にありがとうございました。ここで学んだことを今後の人生でも生かしていきたいと思います。2年間本当にありがとうございました。今シーズンをもちまして退団することにいたしました。コロナ禍の中2年間応援してくださり本当にありがとうございました。来シーズンはチーム変わりますが、ハリマと試合できるのを楽しみにしています。本当に応援ありがとうございました。